おい。兄さん、ちゃんとマイマイにやってもらってるから安心しろ。あんたのすっからかんの頭と違ってバッチリ考えた結果よ。あんたがフォローしてあげればいいでしょ。言ってあげなさいよ。私はあっちの客の相手をしててあげるから。なんですと？わっ、何するぞ。まゆまゆ大丈夫？怪我してない？ちょびっと暑かったけど平気です。申し訳ありませんでした。気にしなくていいのよ。アンデスト？マユマユがやりたいって言うからやらせてあげたんじゃないさ。そうなんです。だから私が悪いんです。あんたのせい。私が悪いんですから。責任云々じゃなくてまず片付けるのが先でしょ。ああ、最低やな。まゆまゆ、こんな奴の言うことを気にしたらダメだからね。やめてください！私が悪いんです！ドジばっかで。ここは
私がちゃんと片付けますから。それが余計だって言ってるのさ。平気ですから、自分でやらせてください。後始末も危なくてダメですか？私も一生懸命やってます。バカ。何もしたらいけないんですか？私そんなに何もできてないですか？片付けぐらい自分でやれます。けどもしかしもないんです。やれるって言ったらやれます。これくらい自分一人でやれます。なのに高雪さん、もう高雪さんなんて死ね。ああ、お疲れ様でした。帰る前に少しいいですか？すぐには無理かもしれませんが、気持ちが落ち着いたら少しだけ周囲を見てあげてください。悩んでいるのは、苦しんでいるのは自分一人だけとは限りませんから。なるみくんはそれを知っている人だと思います。大丈夫ですよね？
理由もわからずに謝るものではありませんよ。相手にとって失礼になる場合があります。それに謝るのは私にではないと思いますが。引き止めて申し訳ありませんでしたね。今日はお疲れ様でした。
おはようございます。たまには何事もない一日があってほしいものですね。どうかしましたか？私は仕込みの方をしていますので、あとはお願いします。何さ、どうしたさ。それがですね、これなんですけど。それはまだ教えてなかったね。やる？はい、よろしくお願いします。じゃあ教えるからついてきて。お供いたします。何ぼーっとしてんのよ。悪かったわね、まゆまゆじゃなくて。情けない顔。答えた？心の底から反省することね。これだから叩くとポンって音のする頭は困るの。なんですと？アホンダラが！大バカ野郎はさっさと死ねや。Thank you.
た仕事があるんです。自分が何をやったのかまだ分かってないらしいわね。一人でイライラしてアホちゃう？みっともないわよ。見ててこっちが情けなくなってくるよね。まあ、あんたにはそれがお似合いかもしれないけど。アニス。あんたみたいなこの世のクズに喧嘩売るほど私は暇じゃないし安くない。先輩、お助けです。マユマユが呼んでるから行くわね。お先に失礼します。なるみくん、明日予定空いてますか？急なことで申し訳ないのですが、スタッフが一人ヘルプで別店舗に行くことになったので。まあそういうことです。無理にとは言いませんが、働いてもらえると助かります。あとは大空寺さんにも入ってもらう予定です。私がどうしたさ。ああ、これはちょうどいいところに。明日入っていただきたいのですが。こいつも一緒？はい、なるみくんはオッケーしてくれました。だったら嫌や。そこをなんとかお願いします。他に頼めるのは玉野さんしかいないので。普段ならお願いしてもいいのですが、明日は休んでもらった方が良さそうなので。マイマイを働かせるわけにはいかないから。オッケーさ。ありがとうございます。それにちょうどいい機会だ。そっちこそ見てるじゃないさ。
まあそういうことでよろしくお願いします。